はい、再開。さあやっていこう。スノー実況パート2始めます。やっていきます。どうも、アザラシです。わらわのパンツ見たからじゃあ、全然繋がってないけど話がね。前回からの話、繋がりから言いますと、なんかこう、岩がね、落ちてきてね。岩が落ちてきて、葬式がね、それでも意識失って、葬式が行われてたんですけど、なんか、これは裏までまだな。スケベ心は次に持ってる。で、なんか葬式行われてたんだけど、なんかなぜか死んでなくて、棺桶から足を出して、蘇って、そして今、うろうろしてます。なんか、石ぶつかった時にはこの子たちが助けてくれようとしてたような感じですけどね。という実況をしていっております。米粒は、さっきほど、なんかこの人たち、この、じゃりがきと、シャム猫みたいな猫がね、勝手に寿司を食っててね、その寿司を注意したら、ブホーってなって、米が今、画面に。カメラについてるっていうところですね。うるせえよ、あんまり言うな、パンツ。違う、俺が見ていたら白い雪だ。というか、米粒取ろ。ふう、すっきり。うるせえ、パンツ言うんじゃねえ、金智子。違う、ダッチューノっていう、そういう昔お笑い芸人がいました。ダッチューノっていう、こう、胸元を寄せるだけのよくわからん芸人。ああいうのって何なんだろうね。どこで受けてんだろうね。なんかテレビはそれ受けてるみたいに言うけどさ、別に身の回りでそのダッチューのしてる人いねえぜっていう。狭いテレビの世界でさ、テレビ業界の世界で、その界隈では受けてんだろうけどっていうのなんか、もうあたかも受けてるものとしてさ、放送の枠に載せるのってどうかと思うよ。おろほう。こんなことができるんですね。しっかりしろ、おい。どうした？顔がホームベース上。気にしてはいけない。うるせえ。静かにしろ。深夜だ。そんなに大きな声出すもんじゃない。起きる人もいるかもしれない。包帯だらけだとミイラかなんかじゃないか。分かったから、危ない。離せ。危ない。バッカ、無理やり飛び降りるやつがあるか。幽霊なのじゃ。うるせえ、もう。もう手刀でさ、もう首の後ろターンって言って、もうこれもう気絶させとけよ、こいつら。猫の方はもう気絶させないけど、ちょっと難しいけど。待てって。ちょ待て。追いかけてくるのか。なんでギャーがひょろ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 ってなるんだ。金田智子の実力だって、これが。誤解だって。ほいやいやになってるんだよ、ギャーが。面白いな。面白いな、スノーの世界は。めっちゃ走ってる田舎道だな。こんな田舎道は、なんか見覚えがある、なんか。自分が言う住んでた田舎の町はこんな感じの雪景色があったような気がする。ここどこだ。しまった。あの子追いかけてるうちに迷ったぞ。でもさ、葬式の棺桶の中に入ってたとしたらさ、死に装束みたいな服も後押されてるだろうからさ、ある程度寒いよな、きっとな。こんなそんな格好で上着も羽織らず飲んでたら相当寒いよな。困った。うろうろ。んトラックが来ると、よし、呼び止めて旅館までの道のりを訪ねよう。人の良さそうなおじさんが顔を覗かせた。すいません。え、ああ、助けてくれ。おじさんの声にしたら若いな。軽トラそんな音するか。キョロキョロ。周りには何も驚くようなものはないぞ。一体何だったんだ。ああ、それから。すいません。出たー。おばちゃんにした声が若いな。こんにちは。こんにちは。知ってるでしょ。おお、ちょっと、道を尋ねたいんですが。うわー、何万ダブー、何万ダブー。おい、パイプはねえか。怖い。
体取れ包帯。夕暮れまで。おもろに悲しい BGM が。なぜだ、なぜみんな俺を怖がる、なぜみんな逃げるんだ。訳がわからん。よそ者に冷たいものなのか。グレるぞ、もう。俺はこのまま旅館に戻るす。ここで野垂れ死にしまうのか、野垂れ死にしてしまうのか。なんてこっ、まあ、カナタちゃん、お葬式。声が、え、何か遠くで意味不明の言葉が聞こえた。コロコロポス、お、お、足元に白くて丸いものが転がってきて止まった。お、なくなった。拾い上げてみる。あん、よく見ると坂の上から誰か走ってくる。ずるで、こ、こけた。ゴロ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 。うぅぅぅぅぅぅぅ。そんな感じじゃないな。ゴロゴロっとしてたらこんな声にならないよな。泣きながら転がってくる。まあ受け止めますわな。うるせえ。そのまま一緒になって転がり、雪しぶきを上げて畑に突っ込む。またあれかな、あの絵描きソフトでも立ち上げてから絵描きながらやろうかな。オートにしてここでシャクシャクって絵描いてピュッと見せてくれ。そしたら無事読めないか。何すんだ。あ、かわいい。あら、かわいい。まだ泣いていたのか。 お掃除遅れそうだし、最後のアンマーは落とすし、カナタちゃんは死んじゃうし。死んでないんだが。え、俺ぶつかったばかりなどとだというのに、もうすでに絆創膏が頭に貼られている。気にしてはいけない。気にしてはいけない。死んだったよ。死んだった。ラッタの進化系かな。アローラの姿のラッタかな。叫んでばっかだな。叫びは面白いと思ってんな。さては、こう言ってさ、声当てようと思うんだけどさ、なんかやっぱ違和感あるよね。しまった。違和感なく声当てられないものだろうか。魔法体ぐるぐる、魔法体人ぐるぐる。さあ、みんな逃げるってな。隠し逃げようとひっくり返ったままで。まあ、待てよ、体起こしてやるから。違うな、なんか違うな、なんか自分の中のイメージの声が出てないな。この服のデザインってまあまあいいよね。シンプルだけど可愛らしい。ただこの後ろの髪がどうなったのかよくわからん。大丈夫だ、俺は死んじゃいないから。でもでもでも、ほらほら、足ある足。この通り。俺はその場で元気よくジャンプしてみせた。だが読んじゃいけない。よかったよ。展開に対しては常にツッコミを入れていかないと。でもね、これはその難しいところだよね。死人はジャンプできないぞ。うんうん、これをこの動画をもしも見てくれる人がいるとしてだな。俺の喋りなしでな。喋りなしで、ただ字の文を読んでいきたいなって思う人もいるかもしれん。喋りが邪魔だと。このゲームのストーリーに没頭させてくれと、そういう風な声もあるかもしれんしな。でも逆にね、それじゃ面白くねえと、退屈だという風な人もいるかもしれん。その場合にはやっぱり、うんと喋るよね、挟んでいった方がいいのかもしれんしな。ミイラさんのお名前なんて言うのかな。言ってたじゃん、さっきさんざんカナトだと、お名前カナトじゃねえ、カナタだ。ちょっと待ってなよ、取るから。俺はせめて顔の部分だけでもと包帯を取った。シュル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 。ふう。わ。わ。出雲、かなただよ。キラン。え？俺の名前だろ。うん。エウ。このね、黄色いあの、マフラーみたいなのが、
あの青のこれと青のこのなんだろう ゆるい感じの服と非常に引き立ててて、この服のデザインが服のデザインつか配色センスかな、いいセンスをしている。服ってさ結局色だと思うんだよ俺は、まあ、造形も大事だけどな。幽霊さん違う、私が悲しむあまりババケて出てきちゃったよ。出てない、そんな筋合いはないから、まあ、迷わず成仏してだよだよ、まあ可愛いわ。ナムマイだナムマイだナムマイだ、落ち着けて生きてるから俺。この序盤のね、この手のゲームのこの手のノベルゲームにありがちな序盤のこの もったりした感は、まあ、否めないけどね。事故にあったのは本当なんだが死んじゃいないから生きてるぞ。もう完全にシナリオのゲームだからやるのもどうかって思うよな。なんか買った方がいいのかなと。うん、ゲームの面白さも紹介したいけど、でもそれだったら買った方がいいんじゃないかなって気もするよな。甘神ぐらいだったらさ、なんつうかそのちょうどいいバランスというか、プレイの部分もありつつのプレイする選択肢分岐とかのね、それもありつつの、まあなんだったら自分で買うかってなるけど、シナリオ系のやつはさ、お話知っちゃったらね、なかなか買わないかなっていう、買ってまでやろうかなって観測にはつながらんのかなというふうな気もする。まあかといって甘神だってね、あまたあるシナリオのうちのどっか見たいとかあったとしても、全部そのねルートが最後まで知っちゃったらやっぱ買う気をするかもしれんし、全然話を聞いてなかった。まあええでしょう、どうしよう、見知らぬ少女に抱きつかれてしまった。見知らぬほど見知らぬことはないと思うんだが、でも暖かいからいいや。寒かったのか。私雪月すみのだよ。雪月すみの、あ、ああ、あれ何、うーん、すみのだよ。ああ、すみのっち昨今なんたらっちって言うか、たまごっち。スミノって呼んでいいんだよ。そんなこと急に言われても困る。かわいい。いや、そんなにかわいくない。やっぱ笑顔のかわいさはあれには勝てんな。あの、天神のリホコには別の次元の話をしてしまうけど。また別の時空の話をしてしまうけど。別の平行世界の話をしてしまう。いろんなゲームやったけど、可愛さじゃやっぱりリホコが一番だよ。どのゲームを取ったってそれはしゃあがない。まああれがもうあの美少女ゲーム、ギャルゲーの集大成とも言えるべきゲームだからな。天神は全てのゲームが天神に繋がると言ってもいい。いや繋がらない。こう天神を超えるゲームも存在することを俺は知っている。それはあの期待っつうんだけどな期待やろうかな。あれ、アンパンを、アンマンをいきなりおもむろに、自分の中三大冬芸として一つはこのスノーが入る、もう一つはプルトップの湯の花だ、もう一つはそして最後の一枠を埋めるのが俺の中では期待なんですけどね。期待、ホワイトイルミネーションの方ね。でも言ってみりゃ確かに甘神も冬芸で、まあ12月までだけどね、冬芸だし。でも甘神ね、雪積もってないんだよね。あ、雪積もらないとやっぱ冬芸とは言えない。そういえばこんなところで何していたの。ああ、いやちょっと旅館から出てきたんだけどさ、帰り道分かんなくちゃなっちゃってさ。で今回このスノーを手出そうと思った経緯はだな、なんかこうアクションゲームとかそういうやつやはさ、とかあのレースゲームみたいなやつ撮るの失敗することがあるんですね。よくこれダメだ、プレイ失敗だみたいな。それ考えたら
あの旅館までの道のりね、それ考えたらこの辺のシナリオ系ゲームはとりあえず取ったらもうそれあげるしかないから、後ろの道っ料理みたいなもんだな。料理の動画ってさ、あげたらもうほら料理した完成品はさもう出すしか、そのそこまでの映像を撮ったらさ、ついつま合わんからさ、後ろとの整合性で、だからそのまま出すしかない。この手のノベルゲームも、うん、あの初のリアクションができなくなっちゃうから、撮ったらもう出すしかないというかね、後戻りできない、カットとかできないっていうね。どういたしまして。そんじゃ、うん、え、何、どうした、あんま、あんま、さっき転んだ時くじいちゃったみたい。そうか、そんなに大丈夫、うん、しばらくじっとしてたら治ると思うの。寒いでしょ、おんぶするよ。うん、あのつぐみさんに無事でよかったですって伝えてほしいよ。え、うん、大丈夫、しばらくじっとすっててこんな道の上に放置していかん方がええと思うんだけど、うん、いや住みのっちだよとか言ってたじゃん、寂しいこと言うなよ。ああもう、ほらおんぶしてやるから、お前の家はどこだ、ほら早くしろよ、悪早くしろよいいから、歩けないんだろ。でもいいって、早く。私重いよ。もうそうには見えんけど、任せておけ。私早くしろ、俺がバカみたいだろう。バカみたいだろう。これは何なんだ。あ、手か。こうおんぶなんだ。おいし、お前の家はどこだ。行ってやろうじゃないか。それとも違う場所に行きたかったのか。うん、うん、お家帰ってお母さんにお葬式のことを伝えなきゃ。自分の母親のことをお母さんっていう女の子は育ちが良さそうだし、いいなって思うよね。逆にママとか言う言ったりさ、あとどんな、うん、どんな呼び方があるかな。ここ母ちゃんとかそういう呼び方をするのはなんかちょっとえってなるなうん、ママはいかんな、一番いかん気がするな、呼ばせ方としてな。うん、なんだろうな、すごいバカっぽく見える。あのん、私重いでしょ。重うないでしょ。いや、それより死に装束でおんぶってのが気になってきた。私は全然気にしてないよ。お化けっぽいよ。そうか、うん、だったらいいんだけど。すれ違う村人たちがみんな腰抜かしたり逃げたりしていくのがちょっと気になった。そういえばな、全然またあのこのスノーの中の話で申し訳ないけど、スノーの中の話で申し訳なくないわ。確かね、ちょっとね、なんかパソコンのゲームのやつもね、なんかちょっとやったことがある。その時のエロシーンがさ、すげえどぎつかった印象があるえ、こんなハードなエロシーンなのみたいな。スタジオメビウスっていう最初にあのタイトルのとこ出てきた、スタジオメビウスって割とね、あの両軸ゲーとか出してるハードなアダルトゲームメーカーなんですよ。アダルトゲームメーカーなんですよ。絶望95みたいな、そんな、なんかパソコンショップで見たことがある。ゲームショップで見たことがある。なんかすごい監禁してみたいな感じのさ。何人も監禁して、ね。あそこだよ。そんなゲームを出してるところの出したゲームだからなのかどうか知らないけど、エロシーンがやたらハードでさ。とか思いながらも多少興奮したっていう、そんな昔がある。でもまあこれドリキャス版だから、そういう心配はしなくていいよ。全然ストーリーに似つかわないぐらいのエロにはならないから大丈夫。うん、ええー、ってなっちゃうから。雑貨屋さんの娘だったのか。そうだよ。
そうでよ。その古めかしい建物に一瞬だけ過去のことをよぎったが、ダメだ、思い出せない。いや、なんでもないよ。よし、ゆっくり降りて。雑貨屋さん。今じゃもうすっかり雑貨屋さんみたいなのもないよね。まあ、うちの近くにはあるんだけどさ。まあ、うちの近くにはあるんだけどさって言ったけど、多分この動画を見てる人の家の近くにも多分雑貨屋さん程度なら あるんだろう。やっぱそれはもう全部さびれた雑貨屋さんだと思うけどな。もうコンビニ取って買われちゃうよな。ありがとうだよ、カナダちゃん。コンビニに。いや、別に。ちょっと思い出してあげようぜ、カナダちゃんとか言ってんだから。ここ、ここ、ここ、開けたらいいのか。まあ、この実況がさ、この画面映してるだけだったら、それこそ、なんか、どこにでもある実況になるんだけど、うん、まあ、このアザラシのアイコンだけはね、出し続けておきたいね、できれば。これが自分がやってる、ある意味証拠みたいなもんだな。この画面はね。ありがとうだよ。プレイなんかできないからね。自分で選択して画面を作れないというのが、ノベルゲームの弱点というかね。これを出していく。コカ・コーラじゃないのこれ。ほぼほぼコカ・コーラだけど。お母さん、ただいまだよ。またお母さんで行った。この人いい子。ということで、時間が20分過ぎたので、この辺で、一旦パート2区切ります。お母さん出てくるかな。ほなまた。